では本日最後、シンフォニア3番デード2丁々ですが、これ今僕結構好きなテンポで弾いてくださいます。このシンフォニアの中でもこの3番結構難しいと思うんですよ、うん、であんまりゲータしゃぶって早く弾いて頭脳で解析してうまくいったよみたいなのってどうなんだろうなって個人的に思うんですよね。そのただ速いだけとかそういうことじゃなくて、あのスピードがあってちゃんと理解もそれなりにあって弾けて、そういうことじゃない世界なんじゃないですかってあります。要するにあの弾き手の指の速度、あるいは弾き手の頭の回転速度と聞き手の回転速度、まあ、心の回転速度が重なってるのでしょうかっていうことを問いたいです。もう一回言うと、弾き手の頭の回転速度と聞き手の心の回転速度が重なっていますかと。で、聞き手の回転速度って言っても聞く人によって回転速度いろいろあるとは思うんですけど、そういうことじゃなくて、あのもう感覚的なところに。でどうしてもどちらかというとピアノに限って言ったら、ピアノのことはすごくいろいろ分かってるけど、例えば政治的なことは弱いというか、経済のことは弱いというか、あるいは一般常識的な、料理とか、まあ、何でもいいです。うん、ということが弱くてピアノはすごいっていうふうになると、多分そこら辺の共感力を促すっていうプレゼンテーションがの感覚がちょっと弱いんじゃないかなって思うんですよね。でそういうことを痛感させられる曲が3世になるとちょこ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 と出てきます。その一つ目がこの3番だと思います。あともう2つぐらい浮かびそうですけど、またその曲を持ってきてくださる方がいたときに、またこの曲ですってお伝えします、うん、要注意なのはこの16分音符の連続羅列を見たときに、やっぱり技術スピードに頼ろうとする芸達者に行くと今の点が危ないんじゃないかなと思います、私がすごく良かったなと思ったパリ時代の師匠、特にパリの方と、あとドイツの時の貴族のチェリストにやっぱ習っていた時っていうのは、あのレッスンルームだけじゃないんですね。レッスンの場所に通う時も一緒に行って、でまあついてあのちょっとカフェタイムがあって、でどうだとなんか話があるんですよ。でそのお話の中でいろんなお話が、例えばドイツの政治状況はどうなった、例えば日本の5月ゴールデンウィークというものがある、それは知っていると、じゃあ全て何の祝日なんだっていうことを尋ねられて、うんうんうん、で、コミュニケーションを取っていて、で今フランスはこういう状況でこうこうこう、自分はこうって思うんだけどこれについてはどう思うとか、あくまでも音楽ピアノは大事でいつも考えることは必要なんですが、でもそれが生活の全てではないよねと、うん、音楽を上手くなりたかったら音楽に魂を売るということが大事なんだけれども、でもじゃあそれが狭い世界ではあってほしくないなっていう、まあ、ことを気づかされることもあるし、まあ、表現を続けていく上でやっぱ大切だなと思って、それはあのレッスンの時にもあの気をつけていくことの一つであります、うん、さてでもうちょっとちょっと具体的にいくと、この二丁調でいうと、二丁調ってまあちょっと充実感満足感、うん、という感じのイメージの音のタッチでいいと思います、まあ、場合によっては、太陽のようなとか、
なので若干単調の時とはちょっと種類が違うかもしれませんが、音が長め、スタッカート短めにするんだったらちょっとキリッとした感じ、キリ小さいツって感じですかね、キリっていうような感じ、で今のところってまあ2声で描かれていますけれども、例えばこれをバロックオーケストラにアレンジしたら多分2人では演奏するわけじゃないわけじゃないですか。こっちのチェロ隊に3人4人、バイオリン隊に6人とかいて、それが演奏するって思ったら、このコミュニケーションの、この伝え方ってこういうふうにはならない。このチェロだって切るタイミングをチェロ隊の中でアンサンブルするだけでも相当単純じゃないはずっていうことも、またちょっとこの、まあ、テンポという言葉あんまり好きじゃないんですけど、まあ、この音楽の脈感っていう感じかな、自分の中で脈のをなんか決めていく道しるべになっていくのかなと思います。さあそれでですね、もう早くも3小節目あたりからかなり、ごちゃごちゃ指の中がねしてきますね。まあ、よくあるのが、右手のパートが1声あってこっちがあって、この中で3人目がいる。でこのだから2つの手で3つの A と B と C さんを同時に操っていかないといけないっていうごちゃごちゃした世界が始まっていきます、だからこれすごく難しいですよね。でその難しい様を、すごく器用にパパパパってやっちゃうと、もっと込められた難しさとか人の手がかかった感じが伝わらないんじゃないかなっていうのが、まあ、最初に述べたことと繋がっています。あとですね、ちょっと個人的に思うのが音歌の違い。長い音があったら長く、中くらいがあったら中くらい、16分音符があったら静かめに、細やかめにって、なんかそういう話聞いたことがあって、別にそれが間違いなのかどうかちょっとわからないんですが、そうじゃないパターンって結構あるんじゃないですかねって思います。例えば2小節目の後半から出てくる16分音符の形があって、左手に受け継がれて、っていう形がある。で右手が長い音が出てくる、一番上の音は長く伸ばしてる音、こう流してる音で、左手がこの形で、真ん中のパートが、さあじゃあこの3つをどうやって弾き分けるかっていうことがこの3番の、まあ、テーマですね。で一番単純なのは一番上の音です。伸びる音で、この曲にふさわしい音色で、まあこう弾けばいいわけですね。で内声はテーマだからといって音量に頼りすぎちゃうと右手の伸びる音を消しちゃう効果にあるので、音量を引き継ぐっていうアイデアよりも私はアーティキュレーションのキレによって存在感を生み出した方がいいと思います。なのでという感じです。これに長さを足して、というふうにして、まるで同じ時間で弾いてるのに時間差のように、
おおおって聞こえてくるような感じかなと思います。さてこれでですね、左手のパートが例えば右手の4倍の動きで動くってなるので、普通のアイデアだったら大きく弾いちゃったらうるさいじゃないかってなるんですが、これ音の組み合わせでゴリゴリ弾いていいと思うんですよ。それは音の配合にもよるし、あとそれから音がどのくらい間隔が音域が離れてるかっていうこともあるし、この曲全体の雰囲気もあるし、こういうことをいろいろ考えて選択したらいいと思います。なので音楽がちっちゃいから必ず細かくちっちゃく弾かないといけないっていうことにしかアイデアがないとちょっと危ないかなと思います。ここもどちらかというとこのちょっと旋回のようなというふうになっているので、まあそんなにも多分早く弾けないし、もうまるで自分の中の素晴らしく好きなチェリストが弾いてるようにイメージを思い浮かべて練習する時ももちろんあるしっていうこともそうだし、あとチェンバロで弾いた時のこの食感で、意外と結構チェンバロを弾いてて好きだったのはこの16分音符がですね、押し込むような感じでゴリ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 弾いていくと、なんかこの16分音符が連なっている意味っていうのがね、すごく弾いている充実感を得られているので、こんなところでなんかちょっと空っぽ気味の冷蔵庫みたいな感じで、なんかもったいない気がするんですよね。で、なんか右手と喧嘩をし合うっていう感じの質感でクレッシェンドするとかそういうことじゃなくて、左手は左手で、別にこっちのことを空気を読んでないわけじゃないんだけど、左手は左手といい線路をこうちょっと職人が作ってってますって、で結果ゴール地点で合流しようねみたいな感じなんだと思うんですよね。でこれがたまに、途中から右手の内声と左手が一緒にとなったら、今度は左手と右手がちょっと上が一緒になったり、というだから3本あって、ここの2本が一緒になる時もあれば、ここの2本が一緒になる時もあるし、場合によってはちょっとここが一緒になる時もあるし、でこれを聞き手が別に解剖してくださいってわけじゃないんですけど、心でここを受け止められることができるテンポ設定、テンポって言っちゃいますけど、まあテンポでいいですになっているでしょうかと、演奏家の自己満足になってませんかっていうことのバランス感覚が、問われる名作だと。で恒例の、難しいのが一番最初の1小節、が一番楽譜として簡単ですよね。なのでついね早くなっちゃうっていうところが、なんて首を絞める傾向にあります。たまによくレッスンしてるんですね、最初のテンポをすごくこの曲に限らずですけど、バッハでよくそのテンポで行くのみたいな時があって、案の定うんって渋滞発生しちゃったよねっていうことがあったりするので、ちゃんとこの地図を描けていますか、そして逆算できていますかっていうことも大事だと思います。でそういった作品に触れているとそういう脳が育っていくので、ピアノ以外の時に日常生きていっていろんな判断を選択をしないといけない時とかに生かされるんじゃないかなと私個人的には願っています。で個人的にちょっと一つのアドバイスで、
最初のところをスピードがこうアップしてしまうことを避けるために、まあ右手の方がいいと思うんですけど、装飾音を組み込ませてあげると、装飾音の細やかさにアンテナがいくのでテンポが上がらないと思うんですよ。例えばというアイデアの一つから、2小節目の後半の左手のこうカデンツなんかも、加速する台車のエネルギーを収めようとするキャラクター、あるいは人のこうあわあわと慌てようとしてしまう心を落ち着かせてあげるようなオアシスのようなというようなキャラクターも、これカデンツによって種類が違うと思いますけど、そういうサインかなと、あとはさっき言ったように、この3つの3本の中でモチーフが追いかけっこのような、まあ順番それぞれですね、真ん中ダラララン、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 とか、これを巡り合わせを追いかけるだけでもなかなか知性のある、曲だなと、もちろん1-1-1でいかない場合もありますね。1-2-2-1-1-1っていう場合もあったりするし、すごくすごく、まあ、これ単純な3人によるトリオで演奏しても、上手に演奏したらかなり面白い曲になると思うし、そういう観点で、もちろんこれ勉強していく中でですね、いろんなパターンを試すんですよね。テンポが割と早めのバージョンを試すし、すごい遅いバージョンも試すし、いろいろやっていく中で、まあ、決めていくわけなので、あんまり早い段階で決め込まない、それから人の演奏はなるべくある程度のレベルまでいったら聞かない方がいいと思います。こうって思っちゃうというか、どうしてもなんかやっぱり知らず知らずのうちに良くない、なんか他人のなんかこうなんていうんですかね、血というか、入ってきて邪魔してしまう。大事なことは作曲家との対話を日々重ねていくということだと。でバッハ自身もバッハというか弾いていた人なので、ちゃんと人体で弾いていて書かれている曲なので、人間にとって不可能ではないはずでございます。なのでそういうことも加味して、大胆、時に大胆かつ、そして繊細に慎重にっていう、このコンビネーションによって素晴らしいこの解決策、糸口をこれかなって見出していっていただければいいと思います。で、とにかく、まあ、インベーションシンフォニアに限らず芸術作品というのは一周だけではなかなか終わらないんじゃないでしょうか。自分のこの年月なりを積み重ねることによって、違うアイデア、違う感性っていうのが同じ作品から出てくる。で、特にバッハはやっぱり記号が少なく書かれているので、もしかしたら、1ヶ月も経てば、ね、コンサートの1ヶ月も経てばもう、あの時ああだったけど、もう違うなっていうこともあったりするし、そういったこともまた人生、芸術を楽しむ、味わうということにつながっていくと。そんなわけで、今日は、4作進めました。それではまた明日、また別の続きがご披露されると思うのでお楽しみに。